はい、今回は整形球にほうれい線を消してなおかつ持続させる方法をお伝えします。以前整形球にほうれい線を消す方法って出したんですけど、これがめちゃくちゃ好評でコメントとかでめちゃめちゃほうれい線薄くなりましたっていただいて、すっごい嬉しかったです。嬉しかったんですけど、その中でもうちょっとね、効果が持続させる方法ありませんかってあって、今回整形球にほうれい線を消してなおかつ持続させるスペシャルの方法をお伝えしますので、ほうれい線気になっている方はぜひ騙されたと思って一回やってみてください。今回の動画が良かったら高評価とチャンネル登録も忘れずによろしくお願いします。では一緒に若返りましょう。はい、やっていきます。前回の動画見た方は分かると思うんですけど、ほうれい線を内側から消す方法になるんですが、今回はその内側から消す方法プラス頬を持ち上げることでその状態をキープさせるっていうめちゃくちゃスペシャルな方法になっています。では皆さん、手を洗ってもらうか手袋あったら手袋つけてやっていきましょう。はい、ではね、こっち側からやっていきます。まず最初にほうれい線がある上下を柔らかくしていきます。ほうれい線ってほうれい線が入ってるところが硬いんじゃなくて、ほうれい線が入ってる上と下が硬くなってるので、まずここを1分間緩めていきます。使うのは2本指のここの部分です。つまみ方はこうじゃなくて、このように面でつまんでください。はい、では実際口に入れてつまんでいきます。まず親指を入れます。はい。ほうれい線の上と下をセットで、親指と人差し指でこのように面でつまむような感じで、こねてください。つまんで、こねる。これをほうれい線気になるこっからここまで1分間このようにマッサージしていきます。はい、ではいきます。よーい、スタート。はい、つまんでいただいて、こね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 くり回します。はい、強さは、まあ、ちょっと痛気持ちいいなぐらいでこうこねてください。はい、ちょっとここから下に来てこここねます。ほうれい線がある上と下をこうつまんじゃう感じです。はい、でこねっちゃいます。はい、今度この辺、はい、来てこねります。こんな感じですね。はい、これやってるとね、よだれとか出てきちゃうかもしれないんで、ティッシュとかあるとね、すごくいいと思います。はい、で、今度はちょっとここ下のところ。で、これをしっかりこねります。こんな感じ。こうじゃなくて、こうですよ。はい。で、ちょっと痛い気持ちいいな。痛いよね、ちょっと強すぎるけど、ちょっと気持ちいいなぐらいの強さでつまんでください。こんな感じで。で、ちょっとこの辺、はい。つまみます。こねります。もうちょっとでーす。はい、いいですよ。はい、次にほうれい線をストレッチしていきます。このほうれい線がある線の下をまずさっきみたいにつまみます。で、反対側の手でほうれい線の上を持っていただいて、つまむ、上に持ち上げる、このようにほうれい線をストレッチします。こんな感じです。これをまたここからここほうれい線が気になるところを1分間やっていきます。はい、ではいきます。よーい、スタート。つまんでいただいてほうれい線を上にストレッチします。ぐーっと伸ばしてください。大体5秒間ぐらい伸ばせるといいですね。はい、今度はちょっと下に行ってつまんで、ほうれい線の上を持ち上げます。はい、ちょっとここをストレッチしてみますね。ほうれい線を薄くなるようにストレッチしていきます。はい、今度はまたちょっと背ずらしてつまんで、この辺、ここをストレッチです。こんな感じですね。はい、今度もうちょっとステップでこの辺、これつまんで斜め上にグッとストレッチです。この方向にストレッチです。はい、今度もうちょっと下、ここつまんでいただいて斜め上にストレッチです。はい、これで1、2、3、4、5。はい、いいですよ。はい、今度はほうれい線を持ち上げていきます。で、親指はね、また口の中に手入れます。はい、で、ここつまんでいただいて斜め上方向にグッと持ち上げます。こういう感じ、こういう動きね。はい、で、この状態でちょっと揺らします。つまむ、持ち上げる、揺らす、この箇所を1分間やっていきます。はい、ではいきます。よーい、スタート。つまむ、持ち上げる、ちょっと揺らします。こんな感じ。はい、今度ちょっと下です。つまむ、持ち上げる、揺らす。結構ね、ほうれい線すごい濃い方はね、これちょっと痛いかもしれないんですけど、痛気持ちいいなぐらいの強さでやってあげてください。はい、ほうれい線でした。つまむ、持ち上げる、揺らす。あ、僕ね、ここちょっと痛いしね、ちょっと固まってますね。はい、今度ちょっと下、つまむ、
持ち上げる揺らす。しっかり猫揺らしてください。持ち上げながら揺らしてあげてください。ゆとりご、ゆとりごでそう。はい、今度は肩をちょっとした。つまむ、つまんで、持ち上げてあげて揺らします。はい、最後。つまむ、持ち上げる、揺らします。はい、いいですよ。はい、どうでしょうか。こっち側のほうれい線ね、見てみてください。だいぶね薄くなってると思います。でまたちょっとね反対側を3分一気にやっちゃいましょう。はい、ではいきます。よーい、スタート。はい、つまんで洗ってこねます。ほうれい線の上下をしっかりこう面で押さえてこねます。こんな感じ。ちょっと痛いな、気持ちいいなぐらいの強さでつまんでください。はい、今度その下いきます。はい、ここつまみます。この辺硬いとここで、ね、線強くなっちゃうんで、硬いところに、ね、しっかりこねて筋肉、口の中の筋肉、表情筋とかね柔らかくしてあげてください。はい、今度この辺ちょっと下行ってこねます。こねこね、これ結構ね上の方が硬い方多いと思うんですよね。なのでここ上が硬いと笑った時にねここが動かなくてね、いやほうれい線のところにシワが寄っちゃうんですよね。はい、今度下。はい、こねまーす。こねて、こねて。はい、もうちょっとでーす。鳥がね、出たりする、なりますね。はい、こねまーす。はい、そのままほうれい線ストレッチいきます。よーい、スタート。つまんでいただいて、この指で斜め上に持ち上げていきます。こんな感じです。この方向で持ち上げます。はい。ほうれい線ストレッチですね。はい、ちょっと下行って、つまむ。で、上に持ち上げていきまーす。こんな感じね。角度が、この角度がいいです。つまんであげて、持ち上げまーす。この角度で持ち上げてください。はい。つまむ、ほうれい線の上を持ち上げます。はい、つまむ、ほうれい線の上を折って持ち上げます。指を当てて持ち上げます。はい、つまむ、持ち上げます。はい、オッケー。今度そのままほうれい線を持ち上げていきます。ほうれい線つまんで斜め上方向に持ち上げながら揺らします。こんな感じ。はい、ちょっと下行って、ほうれい線つまんで、持ち上げてから揺らします。こんな感じですね。この辺ちょっと痛いですね、やっぱり。つまんであげて、持ち上げて揺らします。こんな感じ。はい、つまむ、持ち上げる、揺らす。はい。つまむ、持ち上げる、揺らす。はい、つまむ、持ち上げる、揺らします。はい、いいですよ。はい、では最後ね、頬を持ち上げたいんですけど、まず、肘を机かベッドとかにね、肘が置ける場所でね、やってください。このね、頬の出っ張りの下、ここにね、くぼみあるの分かりますか？皆さんね、手で触ってみてください。ここに手根部をこのように当てていきます。ちょうどね、グッと押すと、カポってね、こうはまる場所あるんですよ。あ、ここだってところあるんで、ここしっかりはめていただいて、肘をね、机とか床につけます。つけた状態で下を向くと、自動的にこう、頬を持ち上げてくれるように力が入ると思うんですね。この状態で、ちょっとね、揺らしながら1分間キープしていきます。はい、ではね、手根部を頬の下に当てていただいて、下向きます。いきます。よーい、スタート。頬を持ち上げて、上にぐーっと持ち上げながら軽く揺らします。はい、こんな感じ。はい。揺らして、揺らして、持ち上げながら揺らして、揺らして、揺らして。で、疲れたら、一回締め。はい、もう一回いきます。はい、ぐーっと。頬を持ち上げて、持ち上げて、持ち上げたら揺らす。横に揺らす。揺らして、揺らして、揺らして。はい、一回休みましょう。はい、もう一回いきます。はい、頬を持ち上げて、上に持ち上げながら揺らす。揺らして、揺らして、揺らして、揺らして。
で休む。はい、頬を持ち上げて揺らします。揺らす揺らす揺らす。はい、一回休みます。はい、もう一回持ち上げて揺らします。揺らして揺らして揺らして。はい、最後までで行きましょう。最後まで。はい、もうちょっと。はい、いいですよ。お疲れ様でした。ちょっとね、長かったですけど、長い分効果絶大です。今回の方法ね、ほうれい線を消した状態で頬を持ち上げてるので、前回の方法よりねキープできるんですよ。今回の方法1日1回をね2週間続けてみてください。気になってたほうれい線確実に改善してきますので、ぜひやってみてください。で、今回もね何か効果あったりしたらね、ぜひコメントください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。